ピーちゃん、マリオ、マリオ、お、マリオが来ました。マリオ、ピーちゃん、レイジ、クッパ、はい、クッパー、かわいいか、レイジー、ね。ピーちゃん、よーし、おおおおおお、ピーちゃん、ルイジ、マリオ、クッパおいで、ワコワコの四つ子ちゃんですね。ムムムム、四兄弟、違う、なんでムムムムって言うかな。スーパーマリオ、四兄弟ですけど、生後30日目をね、迎えました。お、ワコワコが来ました。ワコワコちょっと取らして、うん、もうほら、すっごいね、好奇心とか出てきてね、こうやってもう見るんですよ、じーって見るんですよね。ピーちゃんじゃなかった、マリオ。かわいいか、お、ほら。マリオ、ほら、かわいいでしょ、すっごいね。ほら、もう反応するんですよね、しっかりね。ピーちゃん、こっちがピーちゃんだね。ピーチ姫、ね。ほら、来た。クッパもおいで、クッパです。お、アム。クッパもアム。ほら。ルイジ、寝ぼけとろ。ルイくん寝ぼけとろ。かわいいか、ほら。マリオが活発ですね。ね、もうしっかりとね、体つきもできてきてね。もうこれね、少し歯もね、まだ生え、もうすぐ生えるって感じ、もう出てきそうな感じっていう感じですね。クッパ、ほら、引っ張ってきた。ね、ホップ、もうホップがね、この子たちが大好きでね、もういつもこうやってね、見に来るんですよ、ほら。ね、好きなの、ホップ。好きなの、キビちゃんたち好きなの。うん、よし。お、ルイジが来た。ルイジ。うん。で、な、あなた誰ですか、ミルタンですか。お、ピーちゃん。ビーチ姫。で、生後30日というとね、うちでは、離乳食、スタートの月齢になりますね。うん。だから今日から、離乳食をね、スタートしたいと思います。あ、マリオ。かわいすぎる。パックンしてる。かわいすぎる。おー。ね。おい、じゃあその前にね、これの体重測定、30日目でどのぐらい大きくなったか測ってみたいと思います。落ちるよ。よーし、じゃあマリオからですね。マリオ、605グラムです。で、ルイージーです。ルイージ、丸々してんね。697グラムです。で、クッパです。クッパ、703グラムです。よし、はい、有川さん。で、うちの姫ですね、ピーチ姫です。はい、どうぞ。610グラム。ういマリオです。マリオだよ。ちょ、抜いて。ホップ、ワコワコ、ちょっとマリオ見せて。ほら、かわいいか。もうね、完全にね、ワコワコのね、赤ちゃんって感じです。おマズルも短くって丸顔でね、おワコワコですね。完全に。かわいいか。多分ね、ワコワコそっくりになるんじゃないかなと思いますよ。見てくださいよ、ほら。マリオだよって。マリオでした。で、ルイージです。ルイージもそっくりなんだよね。ワコワコだね、間違いなく。 DNA 検査しなくても
アコアコの赤ちゃんですね。すごい可愛いね。ほんとそっくり。もうまずる短くてね、お顔丸くってね、骨格がしっかりしててね、うん、ほらじっと見てますね。可愛いね。ほらルイージだよ、ルイージだよ。おすごい可愛いぬいぐるみみたい、ね、ルイージでした。でクッパです。クッパはね、クッパだね。お顔がクッパですでもほんとみんなそっくり、ほんとそっくりな、ね、兄弟に成長するんじゃないですかね。このマズルの短さ、ワコワコの特徴だもんね。でクッパが、一番、大きいですね、うん、しっかりもう持った感じしっかりしてますほら下はワコワコですね。ワコワコが来ました。ワコワコそっくりですよ。どうしますかかわいいね。クッパでした。で最後にうちの姫様ですね。ピーチ姫ですね。ピーチ姫もワコワコそっくりだねワコワコのこのぐらいの時こんな顔だったもんねかわいい。いや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 、ピーチ姫、いや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 、うらかわいい。でもすっごいかわいい、ほらやばいね。いやいや、よしよしよし、ピーちゃん、ピーちゃんかわいいですね。うん、わこわこ2世です。ピーチ姫でした。ではでは、じゃ初めてのね離乳食作ってきましたね。はい、ご飯だよ、ご飯だよ、はいご飯だよ、はい食べてごらん、食べてごらん、はい食べてごらん、はいマリオも食べてごらん、はいルイちゃん、はいはい食べてごらん。あんまり食べないねウケる、こんなに食べないなんてマリオ食べてごらんピーちゃんそれ食べられんよもうみんなこっち寄ってきてるもん、ほらご飯だよ、ご飯ご飯、マリオご飯、ほらご飯ご飯、あピーちゃんご飯食べてご飯ご飯ご飯、ほら船が引っかかってる、よしよいしょ、お、ちょっと食べ始めました。あとは知らんぷり。クッパだけです、食べているのは。食べているのはクッパだけです。マリオ、食べてよ、食べて。お、ルイ君が食べ始めたかな、ルイ君が。いいじゃん。食いつき悪っ。お、マリオが食べ始めた。お、ルイ君が食べ始めました。お、クッパも食べ始めた。お、足が入っております。もういいの、みんな。もういいの。離乳食初日。あんまり食べません。クッパがちょっと食べてるね。まあ、少しずつね、慣れていこうね。ウケる。ワコワコ、ワコワコ、はい入っていいよ、ね、ほらママ来たよ、ママ来たよ、みんな、おっぱいだね、まだね、何してんの、
ということでね、生後30日を迎えて離乳食をスタートしたんですけど、まあワコワコが食べてるということでちょっとずつね、まあでも少しずつね慣れていくと思うんで、まだおっぱい行くもんね、おっぱい大好きだね、うん、ピーチー、ピーチ姫、はい、ありこだね、ありこだね、ずいちゃん、めいくん、はい、マリオ、ん、ヨッパー、さあ、しっかり食べてね、また大きく成長してください。じゃあ次回ね、40日目もう活発に遊び回ってると思います。ぜひまたご覧ください。ではでは、ワコワコが食べてるー